スガキンです。今日はカメラ回します。今日は地元で仕入れてきた、はい、なんかこれ油業務用のなんかマシン、油を使わずに、そうそうそう、なんかポテトフライとかでもね、その圧の厚さで揚げれるっていうやつをなんかユージがジモティでもらったみたい。これ今のネット価格2万5千円から2万円で、今日買ってきた時は3千円へ、すごい。黒のライティング、お、中身新品なんで中にレシピ入ってます。見せてください。あとでレシピの中身に見せます。なんかこの後マフィンも作るんでしょ。そう、マフィン作る。それ動画にあげるの。はい、じゃあ見てください。ちょっと開けてみる。なんか紙とかやってるやろ。やってっけ。なんかここで温度設定ができるみたいです。今は80度なんですけど、ここに行くと200、え、ボケるってくるこれ。はい、120、これ120なんですね。ですね。160、100度っていう感じになってます。来ましたー。わー、すごいね。高級感な感じでね。なんかこのなんかよく使い方は分かりません。そのうちにできるまでちょっとレシピを見てみましょう。いい？うん、ちょっと出てきます。新品だからこんな感じでね、こう、これで、はい、これ作るだ。こんな感じで目次がありますね。私目次のことを昔もうくじって言ってましたよ。もうくじ。鶏の唐揚げですね。油淋鶏。私が大好きなトマト。今からバナナマフィンを作っていきます。今卵混ぜてます、はい、なんか、まあ、さっき撮ってたんですけど、なんか工程とかだけ言って、砂糖、私がなんかルカが作ってみたいな、サキンが作ってみたいな感じだったので、今卵混ぜてます。で砂糖も一緒にちょっと混ぜて、まあ、こんな感じにバナナと砂糖と卵とちょっと油がなかったのでオリーブオイルを入れて混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜしてます。薄力粉を入れていきます。全部、全然、はい、こんな感じに混ざったよ。今からじゃあこんな感じで伸びます。カップに入れていきます。はい、これ焼き上げていきます。18分焼き上げます。できました。いい感じにマフィン完成です。このチョコチップとかは私が盛り付けしたんですけど、ね、いい感じにできました。これで4分加熱、ね、170度で15分加熱したらこんな感じです。バイバイ。バイバイ。これ何？